ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました地元大津のよさこい連ライドラガンと申します。今回3年ぶりにこの愛媛よさこい祭り1位地元のチームとして21チーム、市外元より市外県外または本島岡山高知いろいろチーム等から集まっていただいております。誠に感謝申し上げます。引き続き来年に向けてですね、皆様に一人でもまた1チームでも多く集っていただいたらという思いで、このまた初めての川端のステージ本当に楽しみにしております。そういった意味で皆様に毎年温かいお祝いいただいております。その気持ちを手拍子にですね、こんな対策で変えていただき、精一杯の演舞させていただきます。温かいご先導よろしくお願いします。また今年の演目輝きです。うちの専属の歌い手、大津出身の今は松山で活動しております渡辺まりです。渡辺まりです、よろしくお願いいたします。もうラリグレロレンさんにお邪魔させていただいてから10年ほど経っております。この3年くらいはこうご一緒できることができなくって残念でしたんですけれども、今日はこのような素晴らしいステージで、一緒に歌い踊ることができ、皆様と共有できることができて本当に幸せだなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。毎年ですね、曲、また演目、曲、そして踊り、そしてマリちゃんが詩を、そして歌を、命を最後に吹っ込んでいただきます。今年はですね、お弟子さんの由一さん、そのお弟子さんと一緒にですね、今回詩、そしてこの曲という最後まで作っていただいて、この輝きに命を吹っ込んでいただきました。その思いをですね、踊り子、あとい、三味線、太鼓、胸に受け止めて精一杯の演舞をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。それでは輝き参ります。ラリルレの2022輝きセット、ファイル。See ya!
ありがとうございました。どうもありがとうございました。ラリルレロレンの皆様に大きな拍手お送りください。その宣伝されたかっこよさがありますが、今回もとっても素敵でしたね。ありがとうございます。あと生歌、生三味線もね、生太鼓もありました。とってもかっこよかったですね。ラリルレロレンの皆さん帰ってきました。ありがとうございます。いつもね、この衣装もね、すっごい素敵なんですよね。